毒性金属が高血圧の原因になる？こんにちは、内科医の松本です。最近高血圧を指摘される人は多いですよね。日本人間ドック学会でも1984年には 10% 程度だった高血圧が2015年には 25% 近くの人にあると報告しています。 25% ということは4人に1人で国民病とも言えますよね。高血圧は症状が何もないのに放置すると心臓発作や脳卒中、ボケ、突然死などの原因になる恐ろしい状態です。高血圧には何か明らかに他の病気があり、それを治療すれば改善する二次性高血圧と、明らかな原因がわからない本体性高血圧があります。日本では高血圧の 90-95% の人が本体性高血圧で、一般に高血圧というと本体性高血圧を指し、原因がはっきりされないと考えられています。逆に言うと、原因がはっきりわからなくていつまでも治療がいるというパターンになりがちです。これまで原因がはっきりしないとされてきましたが、実は少しずつ明らかになってきています。その原因の一つが五大毒性金属の中でもヒ素、カドミウム、鉛です。ヒ素は体の中で無毒化して出すために細胞内のメチレーションという回路を3回回す必要があり、そのためにいろいろなビタミン、マグネシウムや亜鉛などのミネラル、オメガ3などの必須脂肪酸、タンパク質やアミノ酸などがとても多く必要になります。ヒ素は水道水にもあり、ひじきにも多く含まれます。カドミウム、仕事でカドミウムを浴びると下の血圧も上の血圧も上がりやすく、高血圧になりやすいことが分かっています。カドミウムは早産、乳幼児や子どもの時のさまざまな病気とも関連しています。タバコには特にカドミウムが多く、周りの人がタバコを吸っていたら結構浴びることになります。鉛、空気中など環境中にある鉛を浴びてしまうと高血圧になることが知られています。長期間にわたり少量ずつ鉛が体内に入っても血圧が上がる可能性があります。特にレニン angiotensin神経という血圧に非常に関わっている体のシステムに障害を与えることが知られています。古い水道管には使われているので、過去に住んでいた町、今住んでいる町の自治体に問い合わせてみるのも良いでしょう。こうした毒性金属による高血圧であれば、毒性金属を体内から排除することで高血圧が改善する可能性もあるかもしれません。これまで原因がわからないとされていた高血圧のようなよくある病気も、今後は原因が特定できるようになるかもしれませんね。ともあれ、自分の体に何があるのかは調べてみないとわかりません。一度調べてみてはいかがでしょうか。自分の体内の状況を調べて、現在の健康回復や将来の健康維持に役立てたい方は、下の概要欄をご覧ください。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。